チームランクルーザー、トヨタオートボデー、ボイスオブ a r Rally。さあ、このコーナーは世界で最も過酷なラリー、ダカール・ラリーの魅力と、市販車部門で全人未到のチーム9連覇に挑みます。TLC チームランド・クルーザー、トヨタオートボデーの情報をお伝えする、ボイスオブ・ダカール・ラリー。砂漠の国、サウジアラビアを舞台に、およそ2週間に及ぶ人が繰り広げられています。TLC でハンドルを握るのは、去年に引き続き、 1>, 1号車が社員ドライバーの三浦章2号車がロナルド・バソジッピーからも応援メッセージ届いております休息日はドライバーの2人はゆっくり休めたのでしょうかメカニックの皆さんも休みなく整備されているそうで本当にお疲れ様です残りの後半戦もトラブルなく無事に完走を目指しましょうと応援してますそうでございます後半戦に突入していますね昨日はステージ8どんなコースだったのか 今朝もステージを終えたばかりの三浦ドライバーから現地の声が届いていますジップ FM をお聞きの皆さんおはようございます TLC ドライバーの三浦です、えー、今日はステージ8、えー、非常に非常に本当にとんでもなく難しい、えー、砂丘のステージでした、あのー、残念ながら僕たちは、えー、一本のパンクと、えー、一回ちょっとスタックして、えー、タイムをロスしてしまいました 今日はチームメイトのロナウドがすごくいい走りで、市販車部門首位、そして僕たちが市販車部門2位でのステージフィニッシュ、累計ではワン、ツーをキープという形になりましたさらにすごいのは4 0 0キロ走ってきてなんとタイム差1分半ものすごくチームでの僅差のタイム差となる1日となりました。 あの明日はあのー、今日に比べるとちょっと優しいステージということで、えー、ちょっとほっとしてますけれども、まあ、まずはこの難しいステージを、えー、2台無事に、えー、クリアできて本当に良、えー、かったなというふうに思っています、えー、残すところ4ステージになりました、えー、引き続きのご声援よろしくお願いいたしますさあ三浦ドライバーからのコメントを聞いていただきましたけれども、えー、どのステージも非常にタフなダカールラリーですけれども特に スてかもうここまで聞いてて全部きつそうだったのにさらにきつかったっていういやまだ上あったんかいっていう、まあ、それもそのはず残念ながらパンクが1回そしてサックも1回あったということですけどなんかちょっとこう悔しさがにじみ出ているかのようなコメントでなんか三浦ドライバーのギアがもう一個こう上に。 カチッとスイッチが入った感じがしましたねいい感じで集中はできてるんじゃないでしょうか累積順位は1位にキープということでございますさあこのまま新発売部門9連覇に向かって突っ走ってほしいところです皆さんからの応援メッセージもまだまだお待ちしています送ってくださった方の中から抽選で TLC オリジナルグッズをプレゼント当選者の発表を発送を持って返させていただきます詳しくは ZIPFM ウェブサイトエントリーをご覧ください また TLC チームランドクルーザートヨタオートボデーの特設サイトではラリーの選挙レポートを見ることができますカタカナで「チームランドクルーザー」と検索してくださいそして各ステージの速報やチームの様子は TLC 公式インスタグラムアカウントからもご覧いただけますこちらは TLC アンダーバー TABTLC アンダーバー TAB で検索してフォローお願いしますチームランドクルーザートヨタオートボデーボイスオブダカールラリー明日のこの時間もお楽しみに Voice of dakar Rally has been brought to you by Toyota Shatai.